はい、レオちゃんスタート。レオちゃんかわいいな、これ。レオちゃんもこれ、こっち見てみ、これちょっとええんちゃうかな、ね、これポスターにええかな、ポスターじゃん、カレンダーに。レオちゃん、ええ顔してんな。おはよう。あれ、落ち着くんかな、あいつまた。レーン、おそらくレーン。これでね、これ、これ実際ね、昨日2つ届いたんですよね。ね、動画見てくれはって、ね、くれてあるんやけど、ね、ありがとうございます、ほんま。これね、1個はレオちゃんに使わせてもらってね、もう1個はね、うちのね、家のこのチョウちゃんに使わせてもらおうかなと思ってます。ね、ほんまにありがとうございます。ね、今からこれでやってみます。しまいに、バーバー、ポンになるかもわからんね。いろんなこのね、こういういろんな串とバリカムポーズを前に送ってもらってるからね、まだ一回も使ってないんやけどね、バーバーポンになるかもわからんね、今度ね。はい、シャンプーもねするしね、はい、これで今な、どう、いやこっちの方が気持ちいいの、 R かかった方がいいんじゃん、ポン。わ、すっごい抜けんね、やっぱりファーミネーター。これ、キドジュー、これは、あれちゃうかな、カミソリかなんかみたいな、うちってんちゃうかな。昨日の櫛は、ほんまの櫛やからね、抜けたやつを取るのにあれするか、これは、おそらく、こんなに抜ける。えらい違いね。痛い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 。ちょっと待てよ、お前。ちょっと待て、K。お前またかよ。一体の、ちょっと待て。もう、K 取ったかも。お前は、そこ入っときも。ね、入っときなさい。はい。邪魔ばっかりするかと思うわ。はい。すごいな、りょうちゃん。うわ、ここらちょっと硬いかな。うわ、すっごい抜けんね。これ、エルジャさんもちょっと、せなあかんね。どうしたん？ここの毛もすごい。うわ、今、抜ける時期か。すごい抜けんな、長毛用のファーミネーターで。やばいな、これ。ほら。もうこんだけ溜まりました。そろそろ、毛の目、募集してもええかな。溜まるんちゃうか、これ。すぐに。それで昨日大島さんがと来日しとったけどね、なんかポンさんのファンクラブを作ってくれるんですよ。それでね、ポンさんはレオちゃんのファンクラブを作ってくださいいうことでね、どうしようかな、どういうファンクラブって何なんかなって、どういうふうに作るかよくわからんねんけど、またね教えてください。レオちゃんね、ファン多いからそれもええかな思ったりね、作ってあげるのも。りょうちゃんだけやけど、うわすごいな、お前毛すごいことなってんな、これアルタがで、りょうちゃんはあれ豚ちゃうかな、結構肉がしっかりついてるから、これまあちょっとはね、アルタら痩せるとは思うけど、まあ、これぐらいしとこうか、りょうちゃん、まあすっごい毛のけど、もうこれで補修できんじゃん、これね、まあちょっとそんなふわふわやね、これこんな感じ、こんだけ取れました、ね、ここにちょっとあるかな、こんな感じ、まあ袋でまたちょっと置いときますね、これね。りょうちゃんどうや、おお、スルツルやな、なあ、うん、な、まず取り出すわ。え、ベイメンばっかりやからな。また、抱っこしてとかなかなかわからんな。嫌な抱っこな。ね、はい、こんな